妻にはまだ内緒ですが、SNS のアカウント新しく作っちゃいました。皆さん見てください。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。はい、今日の朝ごはんは、私が作ったコンポタージュといい出来ですね。そして妻が曰く本場ドイツから取り寄せたいい感じのウインナーたちです。あれこれちょっと焼きすぎじゃねえか、焦げてるよ。ちょっと待って、大丈夫。わーし、そんな妻と作る朝ごはんは目が離せません。だけど家で過ごす朝、そんな朝最高です。だっ強しクイーズ。さあ問題です。今私はどこにいるでしょう。ヒントです。この月明かり、そしてこの心地よいお湯と風、そして川のせせらぎ。あ、今小鳥が鳴いたよ。さあどこでしょう。チックチックチック。答えです。答えは露天風呂ではなくうちのお風呂でした。どうですかこれ。これなんと小さい小さい泡なんですね。そしてわかるかな、この心地よい、あー風、あー風。皆さんどうぞよかったらぜひうちに入りに来てください。このあーいい風、あーあ、ゆりちゃん寝てます。ゆり子はおはようございます。はい、ここはゆりちゃんだけの秘密の部屋です。身ばっか行かないでほしい。すぐ見入っちゃうでしょ。まあ、いいんだけどね、いいんだけどこの野菜も後でおつまみで食べてほしいわけ。この辺とかね、この辺とか絶対美味しいから。何？どうした？何？ハッピーバースデー、やってくれ。何？ありがとうね。おお、これ。ハッピーバースデー。おい、ちょっと。リア強しさん。ハッピーバースデー。トゥーユー。おめでとう。ありがとう。いいよ、消すよ、消すよ。おお、ありがとう。ね、手作り、そうそう、似てるもん。やっぱり日々見てるから、ありがとうございます。嬉しい。いやいや、似てますよ、なんか。ありがとう、42歳になりました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、切ってきます。はい、切ってきます。ありがとうございます。いいよね。